皆さんこんばんは。顔は微妙、声も微妙、人生は新宿駅、そのようなものがお伝えいたします。タキオワークスザ・セカンドでございます。私はただいま静岡県伊豆の国市にございます韮山反射炉に来ております。今回はですね、 JR グループの静岡アフターディスティネーションキャンペーンということで、韮山反射炉のライトアップが行われております。4月1日から4月8日まではここガイダンスセンターが開いておりますので、中に入っていくことにしましょう。それではお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。それでは早速ガイダンスセンターの中へ入っていくことにしましょう。さすがにこの時間帯は券売機が稼働しておりませんでしたので、カウンターで入場料金を支払うことになります。入場するや否や、早速ガイダンスムービーを拝見し、しばしの間館内の展示物にも目をやることに。それでは早速反射炉の方へ向かうことにしましょう。状況が状況ですので、さすがにガイドツアーはやってませんけども、こうしてライトアップされた反射炉を眺めるというのもなかなか良きものです。さらに歩みを進めていくことにしましょう。昨年の5月末でしょうか、こちらに特設ステージを設けまして、伊豆の国市内3地区の3場所の上演がこちらで行われました。各有私はと申しますと、チャンネル名の由来となった地区として鼓を打っておりました。その際の様子につきましては、私が運営しておりますチャンネル滝王ワークスをご覧いただければ幸いであります。まあこんなところで三馬荘の話をするとは思いませんでしたけれども、もうそろそろ撤収することにいたします。ライトアップの見物もそこそこに、韮山反射炉から撤収することに。実を申せば、ガイダンスセンターに入る際にご覧のものをいただきました。中身はと申しますと、入浴剤でして、
熱海と伊豆長岡、こちらの2種類となります。韮山反射炉のライトアップの様子につきましてはこれで幕といたします。ここのところの新型コロナウイルス感染拡大に伴いまして、私はご覧の通りマスクをしております。このようにマスクをしておりますと顔を出すのはどうかと思いますので、当分の間顔出しは自粛することにいたします。それではご視聴のほどありがとうございました。お気に召されましたらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またツイッターおよびフェイスブックもございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。